皆さんこんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、レジェンドを迎えしてお送りしております。今日も来ていただきました、エミオインの住職バカオくんでございます。バカです。住職、あっという間に今年も終わりですね。はぁ、早いね。ねえ、ね、早いね。あっという間だ。あっという間なんだ。ねえ、まだ年取っちゃうよな。ねえ、結構今年この1年は表に出かけられなかったり、そうあれがダメ、これダメがダメって制約されたり、窮屈な1年でしたね。うん、でも元気に前向きにやってましたね。そうね、住職はなんか何でも風邪をひいてないということで。ああ、風邪はね、もう何年もね、ひいてないですね。結構住職のお寺があるところは風強いじゃないですか。あ、海のそばだから ね、海のそばでね。そうそう、うんうん、で薄着じゃないですか。うん、薄着って薄着ね。いや、私がね一番最初に延命院にお邪魔したのが結構ね10年近く前のちょうどお正月だったんですよ。ああ、そうだった、ね。うん。多分震災明けて初めてオープンしたお正月とかだったと思うんですけど、うんうんうん、素晴らしくいい気をは、あ、その初日の出を。ああ、そうかそうか、初日の出ね、うん、それを初日の出を拝みに来るんだよ、みんなね、お正月、延命院ね。延命院は3日参りって 1,2,3 と、うん、3日間来てお参りすると1年の運気もらえるぞって私は言ってるんですよ。あ、でちょうどお正月って気が変わる時だからエネルギーがね、だからその気の高いところでお参りすると幸せになれる、運気が上がるということなんだね。あれ、私たち3日行かないで1日しか行かなかったけど、うん、大丈夫かしら。大丈夫大丈夫大丈夫だけど、まあ3日参りって行った方がいいんだね。3日参りで、だから盛岡とかあの遠いとこ、ああいうとこからもね来て、また次の日また盛岡からまた来て、また3日間来る人もいるんですよ。うーん、まあ来た方がよりねパワーが、気が入るよということだね。でも住職のところでご近所のちょっと安いお宿さん、うん、まあ周りはね、うん、周りは1泊3300円っていうのがあるからね。ねえ、 そしたら、うん、例えばちょっとほら、うん、病気で毎日1ヶ月住職のところで養療したい人なんかだったら、うん、そうだから、まあ病気治しって言ったらあれだけど、うん、病気を治すところではないんだけど病気が治っていっちゃうからね、うん、だからそのがんにかかった人ががん治って、延命院っていうのは病気が治って広まっていったんですよ。あーねー、そう、なんか最近噂で聞きましたよ、うん、山形の尾花沢から乳がんの人が治っちゃって、たった17回、うん、で乳がんが消えちゃったんですよ、うん、その鍵がなくなってね、レントゲン取ったら、そして東北大学の先生まで来たんだよ、うん、ね、お参りにね、東北大の教授がね、なんか2、3回来たような気がしたな。だからそこからこう、わあ、なんだここはとなって、延命院が広まってた。じゃあもともとなんか最近聞いた噂では、うん、山形の方のおばあちゃまが病気で住職に祈願してもらったら、よくなった、病が治ったっていう。そうそうそう、最近ね、私はこれ木金土日と今お寺にいるんだけども、うん、祈願がね毎週入ってるんですよ、ね、うん、で最近 ね奇跡の祈願だとかいろいろ言って、うん、個人祈願っていうのをやってるね、まあ、一般の人は一般でいいんだけど、個人的にこれひどい人、うん、そういう人は住職お願いしますっていうことで個人祈願、うん、太鼓叩いてね、うん、祈願するんですけど、それが話しあったけど、その山形の人、うんうん、山形の人89歳かな、うん、急性の膵臓炎だったかな、うん、それでね集中治療室に運ばれちゃったんですね、なんだか、うん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 、でその人の娘さんと旦那さんと来たの、うんうん、うちね、私のところに来て、そしてなんかもうお母さんが危ないって、うん、でもうなんかお葬式の用意まで、ちょっと考えてくださいみたいなお医者さんに言われたそうで、その人がちょうど私木曜日だったかな、うん、で「いや住職を拝んでくれ」って言われた。いや何を拝むんだっつったら、いや、いやお袋がほら入っちゃったから、うん、いや今なんか死にそうだから、うん、何俺死にそうなの、俺さお拝みっていうのかって俺が言ったの、うん、いやとにかくね何とでもね生き返らして、うん、その元気させてくれって言うんで一生懸命やったんですよ、うん、で私はちょっとここで自分で言うのはなんだけど遠隔を使うんですよ、うん、
そして必ず住所と名前をしっかり読み上げる、まずね。そして例えばあの、まあ、佐々木さんなら佐々木さんが、うん、うちにお参り来てると、うん、その人の顔がイメージできますよね、うんうんうん、でそれ飛ばすんですよ相手に、うんうん、そしてあの病気がここすごい霊能者みたいな霊能者っていうかまあそういうそのまあでもそういう仕事、うん、そういう仕事だからそうだ、ね、だからなりますようにって拝んだこと一回もないんですよ。だから病気が治りますようにって拝んだって俺は治らないと思ってるね、うんうん、4次元から3次元界に物事が具現化するからこの4次元でこの意識だよね意識思い想念がやっぱ私はなったっていうね。この人がもう治ったって、はいはい、絶対良くなったっつってそれを治療を相手に飛ばすんですよ。良くなったという気をねたそう飛ばす、はいはい、それが遠隔祈願ですよね、はいはい、でそれがその山形の人はね拝んですぐに電話が来たんですよ病院から、うん、そ本人にだよ、うん、その本人ってあの娘さんとあるね、うん、そしたらいやもう退院というかあの集中治療室出ていいですよと、症状がすごく軽くなったっていうのかな、回復したっていうか良くなったん で一般病棟にちょっといてそして今度退院しちゃったんですよ。すごくね、うん、そして89歳 であと病院に来てあの検査するからだったら異常なし、これで結局住職の祈願が効いたとなったわけだね。まあなりますよね、うん、俺も必死になって終わるんだけど、まさかだってね相手のそこまで俺あの、ね、医者で治せないもの、俺が拝んでってこう自分で思うじゃないですかね、でも私は拝むときは全身全霊でやる、あのねあの青筋立てで拝むんですよ私の特徴。知ってる邪気を払ってやるみたいな、ね、そう確かに ね何かそういうまあなんかなんか降りてきた感じですよね、うん、住職の今日は、まあ、私は何かしないけど、これ延命院そのものが13年前、うん、あの私がお告げで開いたお寺だから、はいはいはい、でお告げで家に戻ってきて私は坊主嫌いでね、うん、であの出てったんですよ。それがお告げがあって戻ってきてやったら人が集まって多い時に2000人3000人集まったわけですよね、うん、だから何かそういうそのなんていうか神様が力をくれてるのかなとしか思えないんですよね。まあ自分で言うとさなんか あれだけど、ほんでそれからもういろんな気が頼まれる、うん、いやいじめられてんだけどなんとかしろ、いじめられてんだお前なんとかしろって言ってなんとかなっちゃったんですよね、思わんだらね、いじめられなくなったとか聞いてるのだと病気を治すっていうのは当たり前で当たり前だ、うんね、まあ、いじめを解決するとか、うん、あと親子のトラブルとかそう、まあ、今困ったことだね。まあそうですよね、一通りこう、うん、人生に起きる困ったことは、うん、まあ私がね、思わんだから 100% どうだってことはないけど、でも何かそういう目に見えない力、うん、そのやっぱり神様のその徳というか力をいただいてるのかなとは思うね。それは本当の話だ、うん、ね、だからそうね、まあ50代60代の人が病気が重い病気が治るっていうのはあると思うけど、うん、89だと、ね、ああそうね、ね、ちょっとねそうあそれとね、うん、あの最近奇跡が起きたんですよ。何ですか。いや奇跡ってね、あのこれお参りしてきてる人が実は延命院はがんが治って広まっていったって言いましたよね、うんうん、その他にまあいろいろとにかくね見せられるんですよ一回。ああよく言うよね、神様って神の子って一回見せるんですよ、うん、で相手に気づかせるんだけど、うん、あとは努力しろっていうことなんでね、うん、と私は思うんですね。そうですそうです。で今回奇跡っていうのは実はあのなんだ血小板血小板、うん、あの減少なんていうかな、死斑病っていうのか、うん、その血小板が少ないと血が通らない病気があるんだよね、うん、でそれはあの難病指定なんですよね、うん、難病指定されててでその方は女の人で綺麗な人でね、でなんか自分でもう死のうと思ってたって。あ、治んないから。そう、もう治ら、薬もないんだってね。あ、それで ある人からその奇跡の寺っていう延命院に行ってみろって、その死ぬ前に。そして来たらですね、で私は俺いっぱいいろんな人が、まあ、お客さんっていうか信者さんが来るので分かんないわけだ、うん、相手が何を考えてとか、うんうん、何を願ってるのか、うん、たまたまうち来てうちのあのにいる雅子ちゃんって勤めてる人がね、うん、それ話聞いて住所があって会ってみてって話聞いてって聞いたら、うん、それがですね17回くらいで、うん、17回来たってことだね、うんうん、で来てねその正常になったんです。うーん、そんなことありえないよね、お医者さんで難病だっていうことってね、まあ、そういうこともあったということかな。場所がいいのと、うん、住職の祈願がいいのとやっぱりパワーがそう強いよね。木が世界一って今言われてる場所だからね、うん、世界一ね、あそこでねあんだけ住職にね笑わされたらね、
食欲を悩んでるの、そうアホ臭く感じるの。皆さん笑ってくださいね。もうね、一番最初、まあ、ちょっと番組が終わる寸前に最後なんですけど、一番最初住職のお寺にお邪魔した時にうちの息子たちも2人一緒に行ったんだよね。で、今もう高校2年生とかなんですけど、当時多分小学校の低学年だったと思うんですけど、なんかお坊さんとかお寺とか神社とかのイメージがあるじゃないですか、子供ながらに。あれがね、相当覆されたみたいで。まあ大体ね、私はね、もう宗教を超えてね、そう宇宙に向かうことが人間幸せになれることだと思ってるんで、何々宗教とかって私はあんま考えないもの、関係ないと思って、まあ、言っちゃったら失礼だけどね、関係ないと思ってるんですね。まあ、小学生の息子が楽しめたっていうことはすごい非常に、ああよかったね、うん、それで、うん、ここがお寺なのみたいなこと言ってましたよね、当時。お寺は暗いってか感じするからな。だからやっぱ真面目に正座してきちっとしてないとっていうイメージがあるけど、まあ住職が前でねガハガハみんなを笑わして笑って生きる時に幸せなんだぞっていうお話だったので、そう、生きて幸せになることだもん。なんで死んだらあんな若年んだから、そういうこと。言っちゃ悪いけど帰ってきた人いないんだから、あの世のことどうだこうだって言う人いるけど、こんなの言ってみてからの話だもん。本当本当本当だよ、じゃあ本当だから生きてる時に幸せで、この世でね幸せになったらね天国極楽に行けるって、だからその魂レベルなんだから、この世で幸せにならないって意味ないのよ、うん、そうだよね、そうだよ、死んでから死んでから世界だもん、そうだよね、この世にやっぱり幸せになるように生まれてんだもん、そうだよね、そう、皆さんもなってくださいね。急に終わる、来年、来年終わりますよ。はい、次またね、あ、来年ですか、はい、来年、また次もう一本撮るから、とりあえず一旦、はい、ありがとうございます。考えだって言ってしょうがないことはね、しょうがないの、考えるから悩むんだからね。信じるってことは自分を信じることですからね。うちのお札は運気好転というお札なんですね。書いたら必ず形になるんです。よく言われるんですよ、ね、お札がバチンバチンってなるとかね、龍神の強運のお札って言うんですね、物事の流れを速くします、強運にするという力があるんですね。なんか住職がいつも心がけてるお金を増やすためのなんか十一箇条みたいなのが、はいはい、生きて使うことが大事になりますけども、お金を好きにならないとダメなんです。お金の悪口言ったらたまらないんですよ。お金に毎日感謝の言葉をかけてあげること。